頼むよ。そんじゃまたな。はい、皆さんお疲れ様でした。さてと、まずは今週末にあるプレ公演での警戒活動か。とりあえず支援課に戻って段取りについて検討しましょう。アルカンシェルにも連絡しないと。捜査一課の動向も掴んでおく必要がありそうですね。そのあたりは課長に頼めば探ってくれるとは思いますが。まあ、いずれにせよめちゃくちゃ忙しくなりそうだな。マクダイル市長もおいでになったみたいだな。そういえば今回の新作に全面的に協力しているんだっけ。ええ、もともとおじい様はアルカンシェルのファンだから、リーシャさんのデビューもすごく楽しみにしているみたい。期待に応えられるといいんですけど。それよりインという人が言ったように、本当に何か起こるんでしょうか。わからない。だが可能性は高いと思う。捜査一課が警戒しているからイリアさんは大丈夫だと思うけど。そうですか。それよりもイリアさんに今回のことを本当に伝えなくてよかったの？劇団長も同じ考えみたいだけど。はい、いいんです。あの人には、イリアさんには余計な心配をしないで輝いていてほしいですから。それが私たち全員の願いなんです。君は本当にイリアさんが好きなんだな。一体どうしてそこまで？この劇団にはかなり強引に誘われてしまいましたけど、でも私嬉しかったんです。クロスベルに来るまで私は決められた道しか歩いていませんでしたから。だからあの人の演技を見てとても引きつけられたんです。こんな風にただ上を向いて力強く輝ける人がいるんだって。決して手が届かないものだから憧れてしまったのかもしれませんね。リーシャさん、手が届かないなんてそんなことはないんじゃないか。確かに今回の君の役は月の姫、太陽の姫の輝きを受けて映える役かもしれない。でも素人目から見ても君とイリアさんの演技の良さはそれぞれ別物じゃないかと思った。君は君自身としていつかきっと輝けるはずだよ。そうでしょうか。なあ、だからこそイリアさんも君を誘ったんじゃないかと思う。今回の事件、俺たちも壁にぶつかったけど、なんとかここまでたどり着いた。きっと解決してみせるから。だから君も全力で頑張ってほしい。はい、それじゃあ私そろそろ行きますね。ロイドさん、エリーさん、どうか頑張ってください。ああ、ええ、あなたも頑張って。さてと、俺たちもステージが始まるまでどこか別の場所で待機するか。ん？どうしたんだ？はあ、まったくもう。これで無自覚なんだから、立ちが悪いというか。え？なんでもありません。
それよりも、あそこまではっきりと約束したんだから、今回の事件絶対に解決しないとね。ああ、もちろんだ。皆様、お待たせしました。これより劇団アルカンシェルの新作金の太陽銀の月のプレ公演の幕を上げさせていただきます。最後までごゆっくりお楽しみください。ここはラの国、天のエイドスの祝福と慈愛により大いなる繁栄を誇った古の王国。古来よりラでは姫と呼ばれる舞手によって祭り事が決定されてきた。姫はエイドスの意志を宿し、星の祭典において競い合うことでその祭り事の正しさを世に知らしめる。しかしそこには様々な思惑も絡み、有力者たちは競うようにしてそれぞれの姫を擁立するのだった。そんな中、太陽の姫と謳われる当代一の舞手の姿が星の祭典にあった。始まったか。しかしすごい盛り上がり方だな。本当だったら私もこの目で見たかったわね。一家の人たちが羨ましいわ。でもそんなすごいステージが目の前で行われてるっていうのに警戒してなきゃいけないんだろ。逆に辛くないかな、それって。そうかもね。それじゃあ私たちも劇場内の巡回を始めましょう。ただし一家の人たちがいるから観客席は覗くくらいにしないと。ああ、そうだな。こちらロイド、二人とも聞こえてるか？ああ、聞こえてるぜ。どうやら始まったみたいですね。なあ、これから劇場内の巡回を開始する。そちらは引き続き劇場周辺の警戒を続けてくれ。了解しました。サイトも来てくれたのでこちらの方は万全です。そうか。変な奴がいたら連絡する。ステージに見とれて一家の連中に見つかんなよ。なあ、分かってる。巡回を始めよう。まずは一通り回りながら劇場内のスタッフに声をかけて異常がないかどうか確かめるんだ。ええ、分かったわ。異常はなさそうだな。
それにしてもイリアさん、とんでもなくすごいな。そうね、もう離れましょう。このまま見ていたら引き込まれてしまいそうだわ。ああ、そうだな。S 席は異常なし。ま、ダドリー捜査官がいるからこっちの方は心配なさそうだな。そうね、他を回ってみましょう。ここは貴賓席か。制服警官しかいないけど大丈夫なのか。まあ、アーネストさんはおじい様の護衛でもあるから、何か起こった時も十分対処できると思うけど。それもそうか。これは第一幕が終わったみたいね。こうして日の一族が擁立する太陽の姫に対抗すべく、新たなる姫が名乗りを上げたのです。その姫の名は月の姫。ラの国の勢力を二分する夜の一族の擁立した舞手でした。第2幕が始まったか。リーシャ、頑張ってるみたいだな。ええ、かなりの拍手だったわね。それじゃあ、また一通り回ってみましょう。なあ。異常なしっと。ええ、イリアさんとは違う方向性の舞ね。まさに銀の光をまとった月の姫って感じだわ。
大丈夫そうだな。しかしダドリー捜査官も大したものだよな。あれだけのステージを前にして警戒が緩んでなさそうだし。ええ、鋼の意志って感じね。異常なしか。ちょっと警官の注意が散漫になっていそうだけど。まあ、あのステージを見てたら無理ないかもしれないわね。第2幕が終わったか。ええ、盛り上がってるみたいね。エイドスの気まぐれか、それともいたずらによるものか。太陽の姫は月の姫が生き別れた実の妹であることを知る。しかし月の姫はそのことを知らず、氷のような敵対心を向けてくるのみ。思い悩んだ太陽の姫は白装束と面で正体を隠した上で森の廃墟に月の姫を呼び出す。そこはかつて幼き姉妹が仲睦まじく遊んだ秘密の場所であった。第3幕折り返し地点か。しかしさっきからすごい反応だな。ええ、それだけ今回のステージの完成度が高いんだと思う。このまま何事もなく終わってくれるといいんだけど。ああ、犯人は捕まえられないけど、それに越したことはないよな。Thank you.
ダドリー捜査官もステージが気になるみたいだな。警戒は怠っていないみたいだけど無理もないわ。アルカンシェルのステージを見て心が動かない人はいないでしょうし。盛り上がってるな。ええ、まさか二人が姉妹という設定だったなんて。この先どうなるのかしら。じゃなくて、そうね、巡回に専念しないと。大丈夫そうだな。警官はともかく、アーネストさんは周囲を警戒してそうな感じだし。ええ、そうね。第3幕終了か。ええ、最終幕が始まるわ。かつて幼き姉妹を離れ離れにした恐るべき陰謀劇、その真相を知りながらも結局姉妹は相争うことになりました。なぜならば彼女たちは姫、舞こそが彼女たちのすべてであり、エイドスの意志を宿せる巫女姫はたった一人しかいなかったからです。互いへの死母の念、そして同じ相手を好きになってしまった葛藤、それ以上に得がたきライバルへの熱い共感と燃えるような対抗意識、そのすべてを胸に秘めた二人の姫が今宵星の祭殿に降り立ちました。
どうやらプレ公演は何とか乗り切れそうだな。ええ、回ってみたところ不審な人も見かけなかったし。ロイド様、エリー様。バルサモ支配人、どうなさったんですか？それが少々不審な動きをされているお客様がおりまして、しかも招待客リストの中にはいらっしゃらなかったのですが。ね、どこにいたんですか？右奥にある階段の上です。どうやら S 席の様子をこっそり伺っているらしく。わかりました、すぐに確認してきます。支配人はこちらで待機していてください。はい。あの人は、まったく、どうしてダドリーがこんな場所にいるんだか。せっかくのスクープを前にお預けもいいところだわ。かといってシャッターを切ったらあいつに気づかれそうだし。グレイス様。あらら、ロイド君、エリーちゃんもこんなところで何しているのよ。それはこちらのセリフです。グレイスさん、どうしてここに？招待されたわけではありませんよね。あはは、実はちょっと訳があって、裏技使って入っちゃったのよ。裏技？内緒にしててもね、清掃業者の人たちに紛れてこっそりとって感じ。どうしてそんなこと？だってだって、うちに来た取材用のチケット他の記者に取られちゃったんだもん。プレ公演は絶対見たかったし、他のネタ追ってるところだったし、これは忍び込むしかないじゃない。ですね、なんて人騒がせな。ほら、それよりも一緒にここから舞台を見ない？せっかくのクライマックスだもん。見ないと一生後悔するわよ。本公演で見ればいいでしょう。それよりも、本当に理由はそれだけなんですか？まさか脅迫状を送ったのはグレイスさんとか言いませんよね？脅迫状？何それ。そういえば、いざ忍び込んだらダドリーとか一家の連中を見かけてびっくりしちゃったんだけど、ひょっとしてそれ絡みとか？違うみたいね。そうだよな、いくらグレイスさんでもそこまではしないか。いくら私でもって、ちょっと失礼なんじゃないの？いや、現に忍び込んでまで取材をしてるわけですし。そういえば、他のネタを追ってるところってさっき言ってましたよね。どんなネタなんですか？おっと、それは言えないわね。あっ、もしかして一家が出張ってるのは彼を監視してるからとか？しまった、気づいているのは私だけと思ってたんだけど。それってインのことですか？イン？何それ？さっき言ってた脅迫状と何か関係がある言葉なんて？違うんですか？グレイスさん、知ってることを話してください。出ないとこのまま突き出しますよ。ちょっとロイド君、そんな殺生な、あたしと君たちの仲じゃない。今は少しでも手がかりが欲しいんです。だから教えてください。マジなのね。でもエリーちゃんの前でこんなこと話してもいいのかな？それはどういう？私がどうしたんですか？まあ、いっか。気をしっかり持ってね。私が追っていたネタは市長の第一秘書に関する黒い噂よ。アーネストって言ったっけ？彼相当ヤバいわ。市長に内緒で事務所の資金を勝手に流用してるらしいし、最近じゃ帝国派議員と密談して何か企んでるみたいなのね。まさか市長を亡き者にって。さすがにそこまではしないか。ねえロイド、もしこの状況でおじい様が
何者かに亡き者にされたら。目撃者さえ作らなければ犯人は別の奴に偽装できる。それが狙いか。ちょっと後です。エリー飛び込むぞ。ええ。おじい様。くそ、そんなものまで。これは一体どういうことだ。まさか君たちがこんな場所に現れると。やれやれ、とんだエイドスの巡り合わせだな。アーネストさん、一体どうして、あれほどおじい様を尊敬して支えてくれたあなたがどうして。エリー、君と同じだよ。私もいい加減この状況にはうんざりとしていたんだ。結局何かを変えるためにはより強いものに従うしかない。だからこそ私は行動したんだよ。そのためにインの名を語り、イリアさんに脅迫状を送ってインが現れると思い込ませて市長の抹殺を図ったのか。そういうことか。随分と舐めた真似をしてくれるじゃないか。捜査一課といっても所詮は無能な警察官にしか過ぎん。ルバーチェン、ヘイユエ、本物のインとやらも全員私の手のひらの上で踊っていたに過ぎんのだよ。動くな。おとなしく銃を捨ててもらおう。今ならまだ未遂で済む。それはこちらのセリフだ。自治州代表の一人でもあるこの老いぼれの命、お前たちの目の前で散らしてやってもいいんだぞ。やめて。実の祖父がくたばる瞬間をその孫娘に見せたくはあるまい。そちらの壁際まで移動して道を開けてもらおう。どうするつもりだ。この場を逃れたところであんたに逃げ場はないぞ。うるさい。いいから言う通りにしろ。いいだろう。それでは返してやる。おじい様。待て。逃がすか。なんだあの異常な速さは。ラディ、ティオ、そっちに市長の秘書が行く。真犯人だ。足止めしてくれ。なんでってんだ。どうやら一連の事件の真犯人みたいですけど。ランディ、ティオ、よかった捕まえてくれたか。ああ、拳銃を持ってたから思わず気絶させちまったぜ。ああ、それでいいよ。それでどうしてロイドさんが一家のメガネスーツさんと。誰がメガネスーツだ。お前たち、これは一体どういうことだ。バックアップまで用意して一体何をしていた。それはな、まだ動けたのか。こんなところで終わるものか。私は次期市長になるんだ。
ハルトマン議長の後ろ盾があればきっと次。サイト、例の狼か。お手柄ですね。やれやれ、おいしいところ独り占めかよ。独り占めは私よ。いつの間に。油断も隙もないです。お前たち、いい加減にしてもらおうか。話せ。私は絶対に絶対に次期市長になるんだ。いやはや、すげえ事件になったな。今頃市民の大半が大騒ぎしてるんじゃねえか。まあ、アルカンシェルの新作のお披露目中に市長の暗殺未遂ですから、スキャンダル、ここに極まれりといった感じですね。市長に同情的な意見が多いのは不幸中の幸いだったけど、でも結局アーネストと関係していた帝国派議員の名前は上がってないか。まあ規制されてんだろう。それにさすがにあの暗殺未遂は秘書野郎の暴走なんじゃねえのか。なあ、多分ね。帝国派にとって市長を暗殺するメリットなんてそれほどないはずだし、ただ暗殺者を院に仕立ててヘイユへと関係のある共和国派への攻撃材料にする可能性はあるか。なるほどね。でもあの秘書の人、
なんだか様子がおかしかったです。正気を失っているというか、歯止めが効かなくなってるというか。ああ、それは思った。一家が取り調べをしてるらしいけど、結局どうなったんだろう。どうやら錯乱しまって話せる状態じゃないらしいな。課長、取り調べができる精神状態じゃないってか。ああ、出汁が開かないんで一旦公私送りにするそうだ。教会のカウンセラーかウルスラ病院の助けを借りるつもりらしいぜ。そうですか。しかしお前らもとんだ大金星じゃねえか。今日本部に行ったらあの狐が猫なで声を出してお前らのことを褒めてきたぜ。想像しにくい光景ですね。つうか嬉しくもなんともない情報だな。狐だけじゃなくて警察全体の話でもあるがな。ま、一家は複雑だろうが、これでお前らを見る目が少し変わるのは確かだろう。素直に喜べよ。そうですね。でも素直には喜べませんね。ああ、お嬢のことを考えるとな。そんな明日から復帰するなんて、そんなの早すぎます。何、たかが打撲と捻挫くらいだ。5日も休んでしまって、むしろ英気が養えたくらいだよ。冗談言わないでください。あれほどのことがあって、第一秘書がいなくなって、今はゆっくりとお休みになるべきです。創立記念祭も近い。仕事は山のようにあるからね。この程度のことで市長としての役割を放棄できんさ。この程度のことって、おじい様は辛く悔しくないんですか。あれだけ目をかけていたアーネストさんに裏切られて、それなのにどうして。今回のことがショックでなかったといえば嘘になる。聞けば随分前から事務所の資金を使い込んでいたようだ。それで精神的に追い詰められ暴走してしまったのかもしれない。その意味では気づいてやれなかった私の責任でもあると思っている。おじい様。だが私は政治家だ。この身を黒スベル自治州の今と未来のために捧げると誓った。いかなることがあろうと職務を全うする以外の選択はない。そう自分に課しているのだよ。すまないエリー。10年前も私はライアン君を、お前の父さんを引き止めてやれなかった。そして娘も、お前の母さんも猿がままにしてしまった。そして相変わらず無力だが必要ではあるクロスベル市長を続けている。さぞ恨んでいることだろう。そんな、おじい様は私の誇りです。お父様やお母様とはたまに連絡はしていますし、悲しかったけどきちんと乗り越えています。エリー、もともと私が警察に入ったのは別の形でおじい様の手伝いがしたかったからです。それがクロスベルのためにもなると信じていたから。でもこんなことになって、アーネストさんがいなくなって、私やっぱり警察を辞めて、おじい様の手伝いを。バカなことを言っちゃいかん。おじい様。もしお前が選んだ道を悔やんでいるのなら、すぐにでも戻ってくるべきだ。だがそうではないのだろう。なのに道を変えるというのは多くの者に対して失礼だ。同僚にも私にも、何よりお前自身にも。私のことは心配はいらない。秘書は一人ではないし、いざとなれば
ヘルマーだって助けてくれるだろう。次の市長選を機に引退することは少し難しくなってしまったが、なに、もう5年楽隠居が遠のくだけのことだ。だからお前は選んだ道を全うしてみなさい。少なくともお前自身が納得できるまで。それが私にとっては何よりの励みになるのだから。おじい様。そもそも今回の事件もお前たちの働きがなかったら私は生きてはいなかったはずだ。誇りなさい、自分たちの働きと成長を。そして一層輝けるよう自分を磨いていくといいだろう。アルカンシェルの今回の新作のようにね。はい、おじい様。エリー・マクダエル、明日をもって職場復帰し、より一層職務に励みます。いやはや、助かりましたよ。あのままことが運ばれていたらどうなっていたことか。危うく市長暗殺の容疑をこちらにかけられるところでした。共和国派の議員どもとつながりを持ったりするからだ。私の名をあの秘書に囁いたのはハルトマンという帝国派の議長、おそらくルバーチェの会長あたりから聞いたのだろう。ええ、そうでしょうね。秘書が暗殺まで企てるとは思っていなかったでしょうが、それでも私たちを通じて共和国派にダメージを与えるのが目的だったに違いありません。つくづく任務の街だ。それはともかく、私たちなど一緒にするな。こちらは任務迷惑だ。やれやれ、釣れないですね。まあ議員とのつながりなど、その気になればいつでも切れます。お伝えしている通り、こちらの構成は記念祭以降、最終日の仕掛けはよろしく頼みますよ、インドの。いいだろう。さて、時間だ。行くぞ。相変わらず神出鬼没な方だ。しかし時間ですか。一体何の時間なのやら。早いわね、リーシャ。イリアさん。何、そんなに午後の稽古が楽しみだったの。私もいい加減舞台バカではあるけれど、あんたも十分素質あるんじゃないかしら。そんな、イリアさんの息まで達する自信なんてとても。そんなこと言って、プレ公演じゃノリノリだったくせに。よかったわよ、あんたの演技。ようやく私のライバルの卵くらいにはなってくれたわね。イリアさん、もしそうだとしたら、全部イリアさんのおかげです。受け継いだ道しか知らなかった私に光を示してくれたあなたの。それと今回は彼らにも感謝した方がいいかな。え？なんでもないです。今日の稽古は第3幕の完成度を上げていくんですよね。私、頑張ってお付き合いします。お、
やる気満々じゃないの。私もマジで負けてられないわね。よし、来月の本公演までに今の100倍は良くしていくわよ。ついてきなさい、リシャ。はい、イリアさん。